手足口病など子どもの夏風邪が増え始めていて県が注意を呼びかけています。先週1週間の県のまとめによりますと定点医療機関あたりの感染者数は手足口病が4.4人で引き続き警報が出ています。またヘルパンギーナが1.33人、咽頭結膜熱。 いわゆるプール熱が1.03人と、特に子どもの夏風邪が増え始めています。また、新型コロナウイルスが全国的に徐々に増え始めていて、県内では2.98人となっています。県は基本的な対策をして感染症に気をつけてほしいとしています。